はい、NNNI です。本日8月15日フリーバトルでヌメモン以外を仲間に来たかな。食料はどこにあるのかしら。今変な音がしたぞ。葵さん、今の音聞いた？まるで水道の蛇口をひねった音のようだったけど。あれ、みんなどうしてここに？ハル君？あ、ハルだ。ハル、もしかしたけど、これさっき水道使った？うん、いけなかった？水が使えるの？え、うん、普通に水出るよ。つまり、水道は生きてる。なんだ、あっちなく水が手に入っちゃった。素直に喜べばよくない？あ、目的一つ達成できたんだから、ここは素直に喜ぶ。そうね、大切な飲み水が見つかったんだもの。何にせよ、よかったわ。これでライフラインの一つを確保ね。まだ何か使えるものが残ってるかもよ。そうね、他にも探してみましょう。ぬるどうしたんだ。見てくれよこれ。ああ、食べ物いっぱいだ。この付近で食べられそうな野草とか木の実を結構見つけたんだ。また一つミノルの才能が発揮されたな。すごいじゃないか。お手柄だ。あ、このぐらい余裕だけどな。人だかしの釣りみたいなもんだ。最初に見つけたのは偶然だったが、それからは一生懸命食べ物を探していたぞ。わあ、バカ言うなって。まあ、これはこれで人を探すのに集中できるってもんだぜ。だからもう少しこの辺を探してみるよ。県外から助けを呼びねえかと思ったんだけど、電波のアンテナは全く立たない。キューキュー。名前の方どうだ。ダメだね、僕の方も手がないだよ。そうだよ、メールは届いたからどうにかなると思ってたのに。メール届くの？あ、いや、文字化けして全然読めないし、こっちからはずっと県外で送れねえから。そう、どうやすりゃいいんだよ。何の話だ。携帯に連絡が来てたみたいなんだけど、全然読めなくて困ったなって話だよ。見せて見せて。あ、こら、ワグマは触っちゃダメだ。乱暴に来たら壊れちゃうから。それよかよ、携帯の電池は全然減ねえんだけど。あれ、本当だ、僕のも減ってない。でも携帯の電池なんてよく気づいたな。助けを呼ぼうとしたに決まってんだろ。お前らと違って俺は冷静なんだよ。気づいてくれて助かったよ。ありがとう、リョ。話聞いてたから外に連絡できねえって言ってんだぞ。でもここは電波の届かないところだって分かった。それで何かの役に立つかも。ありがとうな、リョウ。何言ってんだ、絶望的な情緒に変わりねえじゃねえか。まあ、役に立ったならどういたしましてか。キューキュー。つっても外に連絡できないんじゃどうしようもねえんだけどな。救助も呼べないのかよ。俺だけどうなっちまっちゃうんだ。なんでここは県外なんだよ。そういえば電気ってつかないかな。この部屋少し暗いからさ。電気？ほら、天井にあるやつ。ああ、上のこと。それは壊れてるみたいだな。そっか、まあこんなボロボロの校舎に電気が通ってるはずないもんな。明かりが必要になったら携帯のライトを使うしかないか。ここに食べれるものはありそうだね。どれも美味しそう。ちょっとアグモ、よだれ垂れてるわよ。はしたないったら。そういうお前もよだれ垂れてるぞ、ラブラも。お前ら勝手に食べないでくれよ。たださ、なんか森の
お、遠くの方から動物みたいな声が聞こえてくんだよな。だからあんまし食べ物のために遠出っていうのはやめた方がいいかもな。いえ、怖い。水も出るし食べ物は少しある。食堂に調味料やガスコンロもあったから少しは生きるのに最低限必要なものは揃ってる。みんなのことも気になるな。佐木や修二さん、カイトニュー教授、そうよね。私たちだってここまで来れたんだからみんなもここを目指してるとは思うけど、ラワイの仲間ならそれきっと大丈夫よ。てかよ、印刷の大人の先輩は何やってんだ。そんなに遠くに行き決まったわけじゃねえし、その辺うろついてんじゃねえか。そうだよな、気づいたらわけわかんない状況になってて、まだ道に迷い続けてるかもしんないんだよな。俺らは学校にたどり着けたけど、とりあえず今はもう少し探索してみよう。また自由行動か。自由行動というシチュエーションが発生することがあります。仲間たちの元を訪れ、会話することで親密度を上げていくことを主に目的。行動回数が定められているので、すべての場所に向かうことはできません。ゼロになると終了です。とりあえずは人のいるとこ全部行けばよくね。あ、なるほど。普通に話しかけても減りはしないのか。そうだな、他のところも見てみるか。一人でどっか行くんじゃなかったのか。下準備はなしに軽々動けませんよって。それによる一人にはさせないからな。そうだな、ファルコモもいるしな。これくれるか。これって雑草じゃないか。食べられるの。うん、いや機械なのに食べられるやつですよ。よく知ってんの。いや割と有名な野草だと思うけど。母は小ザ、ごく草だぜ。僕にはただの雑草にしか見えないけど。おい、どうかなって思ったけど、やっぱハワコグサだ。これ食べれるんだぜ。昔はユマリの代わりに草巻きに使われてさ。これスピードチャージ。なんか基本的に他のもの探してる。特に何もなさそうなんだよな。
るようにしかなんないな。ていうかこの選択肢でもあれが変わるのか、パラメーターが。普通に好感度が上がるだけだと思ってた。なんで欲しい？速さの結晶。これはちゃんと見ないといけない感じもするな。量はこのままか。量はあげもんもあれすんのか。キカキだけじゃなかったって不思議だって言ったかな。危ない。一瞬何も出なかったから、まあ、機械だったのかと思った。